シャスの赤です。今回はフォートナイトバージョン 9.00 パッチ、これがね来るみたいですよ。こちらのパッチね、まあシーズン9に始まったのでバージョン9って形になったんですけれども、かなりこれ変わってくる内容でね、皆さんびっくりしますよ。まずは新武器がこうね追加されます。新武器、コンバットショットガンが追加されました。セミオートで10個の、3弾を、保持していますよと。マガジンは10発というわけですね。1発ごとに9ペレット弾を放ち、73、77、81ベースのダメージを与えますと。そして、こちらのね、特徴としては狭い範囲で高速連射速度というわけでね、まあ高速で、撃てるよという形でしょうかね。そしてヘッドショット倍率は1.7 倍という形になっていて、で2つの3弾を一度にリロードする形のショットガンとなっていて、まあなかなかねまた変わったこうね変わったまあサイズじゃないですけれども種類のショットガンが追加されました。そしてまあいろいろとねレアエピックレジェンドのバリエーションで利用可能で、いろいろなところから入手可能ですよという形になっていて、で新しく出てくるこのショットガンはね、まあ、10発の弾が撃てて2個ずつリロードっていう風になってるんでね、はい、これがどういう風にねショットガンを変えてくるか見ものなんですけれども、それ以外にもですね武器の方で、調整が加えられたものがありまして、タクティカルショットガンのダメージ量を、ちょっとね調節しました。これはね強化ですよ。基礎ダメージが66、70、74から71、75、79に上昇しました。まあこれによってね、まあ79の、まあ、タクティカルショットガンは相当強くなったっていうイメージがあるんですけれども、はい、そうですね。これがまあそうですね、3段階ぐらいのレアリティで白、緑、青とありましたけれども、緑、青が、前回のショットガンよりも、強くなったというわけで、白は相変わらずだけど、まあ前のね、あの緑ぐらいの火力にはなってるよっていう感じでしょうかね。79っていうのはなかなかいい数値ですね。これどうなんだろう、ヘッドショットを入れたら2倍、純粋に2倍になったとしたら、そう仮定すると150なのでね、ワンチャンね、まあこういうセミオートショットガンだけでヘッショ狙いでいってもいいのではないかなって思ったりしますね。そして、ドラムガンとブーム棒の出現率が半分になりましたというわけで、まあ 16% だったドラムガンの出現率がね 7.155% という形で、でブーム棒は 1.292 から 0.755 に変わりました。ブーム棒がさらにねちょっとねゲットしづらくなったというわけですね。そしてここからがまたね武器やっぱシーズン9変えてきますね。ここから武器が消えていった武器たち紹介していきたいと思います。まずはグレネードが保管庫から、あ消えてったじゃないね、保管庫関係ですね、グレネードが復活しました。はい、グレネードが来たってことはくっつき爆弾が保管庫に回収されました。同じような形だったのでね、まあシーズン、まあ、8からねまあなかったものが入れ替わりに来た感じでしょうかね。そして埋められたお宝が保管庫に回収されました。これ宝の地図でねこう辿ってね金色の武器がワシャーって出てきたあれが、保管庫に回収されたというわけで、そしてですねポンプショットガンが保管庫に回収されました。いやーこれはでかいんじゃないでしょうかね。ポンプショットガンってだいぶねフォートナイトのやっぱり戦闘の中でもねかなり重要な部分を担っていたので、いやー今後シーズン9っていうともうワンパンという言葉がなくなるぐらいね、まあ SR ではあるんでしょうけれど、ショットガンのワンパンがだいぶ減ること、まあ減ることというかほぼなくなるようなものになるんでしょうね。まあ火力がありすぎましたしね。いやしかしこれによってねちょっとだいぶフォートナイトの戦い方がまた変わりそうですね。ポンプショットガンというとね今までは5種類のねまあシリーズじゃないですけれども種類をね確保していた武器なので、まあ必然的にね枠がかなり空くことになって
って今回のコンバットショットガンが入ってきたとしても、ショットガンがねタクティカルショットガンとコンバットショットガンだけっていうそういう結果になってるわけですね。はい、まあ今までね出てきたねダブルバレルショットガンヘビーショットガンはそのままで、ポンプショットガンも回収されてそして今こういう風にねなっていくという形でねショットガンというところをやっぱ注目して多かったやっぱ利用機会が多かったから変えてきたんでしょうかね。これはドラムガンのね利用がまたさらに増えそうですけれども、そしてポイズンダーツトラップですね。はい、トラップのねあれですね遺跡のなんかねトラップみたいなやつが、回収されました。そしてスコープ付きリボルバーが保管庫に回収されました。サイレンサー付きアサルトライフルが保管庫に回収されました。またこれも大きいですね。サイレンサー付きアサルトライフルって言ったらまあバカ強いというわけではなかったんだけど、まあやっぱりね音が出ない武器で遠くの敵に撃ち込めるっていうかなりね漁夫の利を狙えた武器ですけれども、こちらの方が消えて、いやー3点バーストも全部ないし、アサルトライフルは唯一そのねフルオートアサルトのね言ったらばヘビーとまあスカーと M16 か M4 とあと AK しかないわけですよ。状況的に言うとね3点バーストがちょっとね帰ってきてもいいんじゃないかなって思うんですけど、これ以上アサルトライフル減らすとちょっとなんか寂しくなる感じがするんですけどね、どうなんですかねこれはね。また新しくアサルトライフルもね、まあ一応インファントリーライフルじゃなかった、インファントリーライフルがアサルトライフルということで見るのならばまだアサルトライフルの種類は増えたから消えたっていう感じがしますけど、個人的にやっぱりまあ単発があっても3点バーストが消えてるんだからって思ってね、3点バーストのやつをちょっとね引っ張り出してほしいところはありますよね。皆さん覚えてるかな、3点バーストのねアサルトライフルファーマスとかね、あれも AK ハレ、まあ波形かな、そういう感じのまあやつがあったんですけどね。はい、そしてサーマルアサルトライフル、またアサルトライフルが保管庫に回収されました。これはねなんでかわかんないけどスコープ付きアサルトライフルはなぜ保管庫に行かないのか、これやっぱり前々から僕はねちょっとおかしいなって言ってるんですけれども、まだ回収されないですね。唯一スコープ付きの、武器がスナイパーライフルを除くアサルトライフルはスコープ付きアサルトライフルのみとなってたのかなって思いますね。そしてバルーンが保管庫に回収されました。バルーンはちょっと地味にねあの移動手段としてもねちょっと一役買ってたので今回ちょっと残念な感じですね。そして、いろいろと不具合ですね、核後のターボ建築が正常に機能するようになりました。スティングボムのダメージ音とエフェクトが自分へのダメージに、再生されてもなかったと。そして、ジャンプパッドが空中に、誤配置される問題を、解決しましたと。であとは、いろいろとまあバラバラやってますだよという形ですね。そして、ゲームプレイは、なんかねスリップストリーム、風のトンネルがプレイヤーを流れに乗せて運びます。プレイヤーが流れに乗って進もうとしている時に加速したり方向転換できるようになりました、方向への入力で加速できます。より高速で浮いたり沈んだりを試してみましょうという、これは移動手段の一つでしょうかね。プレイヤーがチューブを出るとき移動速度と出口の角度によって飛び出します。発射体と車両もスリップストリームに入ることができます。エアーベント、この環境アイテムの、強風によりプレイヤーは短距離飛び落下ダメージを受けませんという形で、今回風が多いですね、フォートバイトはバトルパスを持つプレイヤーのみが使用できる100個の、コンピュータチップのセットです。フォートバイトを集めるたびに謎のイメージが解読されます。すべて集めて報酬を獲得しシーズン9の謎解きをしましょうというわけで、はい、このフォートバイトはまああれですね、アイテムっていうよりかは
まあチャレンジ的な要素でしょうかね。シーズン9の初日には18個のフォートバイトが現れ、翌日からは毎日少なくとも1個のフォートバイトがアンロックされます。すでに使用可能または今後アンロックされる予定のフォートバイトに関する詳細はチャレンジタブでご確認ください。やっぱチャレンジですね。フォートバイトはシーズン9終了後には集めることができませんというわけで、シーズン9期間限定のアイテムと、アイテムというかチャレンジですね。まあそんな感じで、接続が切れたプレイヤーはワールドに60秒間残ります。その際にもダメージを受け、攻撃ポイント、撃破ポイントがつきますというわけですね。まあこんな感じでバラバラという風な形でね、シーズン9だいぶ武器の方が変わりました。皆さん、このポンプがなくなったこのシーズン9どういう風に、考えますでしょうか。何かコメントなどいろいろね、何か物申したいことがあればコメント欄へと、コメントを書き込んでみてください。というわけで今回はパッチノートバージョン 9.00 のアップデート情報でした。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の好きやな。そう。なんなんそれ。多分いける。多分激ロ。オッケー、ナイス。よっしゃー。おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はショットガンを見つけてください。オッケー、来たー、よっしゃー。